おはようございます5月20日時刻は8時54分です今日の朝ごはんはこれですまあ準備したら移動しようと思いますはいというわけで本日最初にやってきたのが市城谷朝倉市遺跡という場所ですここは戦国時代に市城谷城を中心に越前国を支配した戦国大名朝倉氏の遺跡です こちらに案内看板が置いてあって最盛期は人口1万人を超えた日本屈指の城下町だったそうですこちらが朝倉市遺跡の案内マップですねご覧の通りめちゃくちゃ広いですちなみに入場料がかかります復元町並みのみだったら330円復元町並みと朝倉市遺跡博物館との共通券だったら820円です入り口で入場料を支払ってきました 今日は博物館の方は行きませんので、330円の方の入場料を払いました。じゃあ見ていきましょうか。この場所から見えているのは武家屋敷。山側に連続する武家屋敷群のうちの一つで、朝倉氏の家臣の住まいであった可能性があるそうです。ここから先は復元された家屋を見ることができます。おお、戦国時代の街並みって感じがします。 建物の庭には井戸やこれは川屋かな穴の上に大きな木の板が2枚はめられてるいわゆるボットン便所ですねさっき入った建物の中では和紙を使ったお土産なんかが売ってましたお次はこっちに入ってみましょうこの建物は昔ながらの釣果を再現した家だそうですだいたい5畳くらいの板間に。 奥の方には多分4畳くらいかな寝室っぽいところもあります。そして家の中に井戸と。庭の奥には大きなくぼみがあるんですがあれもしかしてトイレかうーん、多分トイレの跡地っぽいな。こちらの家はどうやら染め物をしていた家のようですね。大きな亀がたくさん置いてあります。こちらの建物では 焼き物を販売する商家の様子が再現されていますあそこの板間の隙間から覗いてる子どものマネキンちょっと怖いな建物が残っていない場所でもあんな感じで石の看板が置いてあって、まあ、ここが何だったのかっていうのが表示されてますねこちらが復元武家屋敷敷地の中はこんな感じで建物がいくつか建ってますこちらが武家屋敷のトイレ まあ普通の一般市民のトイレよりはかなり豪華ですね豪華とはいえボットン便所は変わらずか建物の中も一般市民の家と比べたらちゃんといろりがあったり畳の間があったりしてやっぱり身分の違いは感じますねなんか物音がするなと思って来てみたらこんな感じでめちゃくちゃ綺麗な風鈴がたくさん並んでますいやーこれすごいですね ここはあのインスタ映えスポットとして多分有名だと思いますしばらく進んでくると休憩所が見えてきましたここでお茶を飲むこともできるそうです復元町並みを出たんでまた次に向かっていきましょういやあ、それにしてもやっぱり朝倉市遺跡は本当に敷地が広いですねこれ多分全部じっくり見て回ろうと思ったら1日がかりになると思います こちらのお堀を渡った先が朝倉氏館跡こんなな感じの立派な門が備えられてますこちらが朝倉館跡ここには朝倉市の五代当主朝倉義景が暮らした館があったそうですこの敷地の広さを見るにものすごいでかい館があったんでしょうねこの先が特別名所一条谷朝倉市庭園 特別鑑賞スポットだそうです遺構を保護していて戦国期の建物の位置から庭園を鑑賞できるそうですこちらが案内看板です読みたい方は一時停止してください庭園はこんな感じになってますさっきの場所から階段を登って少し高台のところにやってくると湯戸の跡庭園っていうのが出てきましたえっ、ー、とここには 目の前に池があって今は池の水はほとんど枯れてしまってるらしいんですが昔はもっと池の水が多かったみたいですただ戦国時代にここがどんな感じに使われてたのかはまだ解明できていないそうですさっきの朝倉館跡から出てまた少し歩いてますが本当に広すぎて終わりが見えないだってあっちの方とかも全部遺跡ですよこれは見切れんなさすがに この辺り一帯が平面復元地区。井戸がそこかしこに置いてあって、多分あの色ごとに一軒ずつ家が建ってたんだと思います。こうしてみるとちゃんと区画割りされているんで、こう乱雑に家が立ち並ぶ集落ではなく、ちゃんと町として機能していた様子が伺えます。この辺り一帯は雲正寺地区というらしいです。で、こっからずっと奥に行った先に墓地の跡があるそうです。 このののりから複数の墓地の跡や五輪塔が検出されているそうです。土地のあざめが雲生寺っていうことから墓地の跡から谷の奥に向かって寺院があったと考えられているそうです。はい、というわけで駐車場の方に帰ってきましたで現在の時間が11時20分私かなりサクサクと回ったつもりだったんですがそれでも1時間半近く時間かかりましたね。 皆さんもこちらに来られる際は時間に余裕を持ってくるようにしてくださいじゃあ出発しましょう現在11時40分くらいまあ、少し早いんですがお昼ご飯食べようと思いますで今日はこちらの定食の店鉄平というお店にしようと思いますで福井県の B 級グルメでボルガライスっていうのがあるみたいで今日はそれを食べてみたいと思います 定食の店てっい,いや普通にめちゃくちゃうまかったですあのボルガライスはなんか B 級グルメって書いてたんですが普通にめっちゃうまかったですよまあちょっと休憩して移動しようと思いますはいということで次にやってきたのは福井市にあるケアクロタツ神社という神社になりますここは福井市でも有名なパワースポットらしいです神社の境内はこんな感じになっています 決して広い神社ではありませんがきれいに整備されてていいところですねそしてこちらがケアクロタツ神社の本殿いやー立派な造りですねじゃあ参拝だけしていこうと思います参拝してきましたで本殿の隣には願掛け石っていうのがあって願い事をかけて3度石を打つと願いが叶うみたいです石の上にはこんな感じでおさ銭がたくさん置いてあります なんかすげー金属っぽい音がしますまあ買ってないんですが宝くじ当たるように祈っときますよしそれじゃあそろそろ出発しましょうかはいというわけで次にやってきたのが堺市にある丸岡城になります丸岡城に入るにはあちらの受付でチケットを買う必要があります入場券買ってきました入場料は大人一人450円 こちらの入場券を使って丸岡歴史民俗資料館と日本一短い手紙の館っていうところも入れるみたいですあと入場券にはなんかおまけでこんな布のしおりがついてますおしゃれでいいですね受付から少し歩いてくると丸岡城が見えてきましたこちらの丸岡城なんですが私の動画の中でちょくちょく出てくる現存十二天守っていうお城の一つです 北陸地方にはこの丸岡城以外に現存12天守はありませんそれと実はこの丸岡城っていうのは昭和23年の福井地震に一度倒壊しているみたいですただ地震で倒壊した城の建築資材を全て保管していてまたその保管していた建築資材を再利用してもう一度天守が建てられたそうですいややっぱり現存12天守っていうだけあってこう歴史を感じる作りをしてますね お城の中に入ってきました城の中は少し資料が展示されてるくらいですねこちらが石落としこんな感じで格子状の板間がある空間になってますそれとこちらの四角い穴は様といって鉄砲を撃つための穴だったそうですここからはこんな感じで外を見ることができますこちらのめちゃくちゃ急な階段を使って2階に登っていきます これはもはやはしごですね手すりじゃ危ないんで紐がついてます2階はこんな感じですねおよそ20畳くらいの板間といった感じでしょうかそれと2階にはこんな感じで小部屋もありますこんな感じで外を覗くことができますうん何の部屋なんでしょうね4畳くらいの部屋かな武士が隠れる場所だったのかもしれません じゃあまた上に上がっていこうと思うんですが見てください、この階段の角度、急すぎ3階の天守に上がってきました天守の中はこんな感じです丸岡城の天守は天守の外をぐるっと一周できる回廊型になっていますが、まあ多分危険なんであの外には出れないようになってます天守の周りの柵はおそらく腰よりも下くらいの高さしかないんでかなり怖いですね。 そして丸岡城の天守からの景色はこんな感じですいやーいい眺めですね天守の天井もかなり構造がわかりやすい造りになっていますそれにしてもこのぶっとい針とかすげーなそれじゃあそろそろ降りましょうかいやマジで怖えわこれ今までの城の中で確実に一番怖いはいというわけで丸岡城から出てきました いや良かったですねやっぱり現存十二天守はいいな皆さんもよかったら来てみてくださいあとこちらの丸岡城は光結びっていうプロジェクトマッピングのイベントがやってるみたいですえっ、ー、と一応毎日開催されてるみたいですねやってる時間は夜の8時と9時ただ6月に2回7月に1回休営日がありますのでお気を付けくださいはい、ということで駐車場に帰ってきました で現在の時間が3時33分、まあさすがにね、今日の観光、終わるのはまだ早すぎると思いますんで、えー、と福井の名物の水ようっていうのを食べれるお店、探しに行こうと思いますえとさっき車の中で調べてたんですが、水の水かんって冬の名物らしくて、もう売ってないとこが多いらしいんですよね、でここの永山堂っていうお店のどら焼きがうまいって、ネットで調べて来てみたんですが、もう売り切れちゃってるみたいです、残念。 次はこちらのおそうめん屋っていうお店に来てみましたなんか美味しそうなお菓子あったら買ってみましょうはいというわけでそうめん屋で栗ドラっていうドラ焼きと,、えー、といちご大福とチョコバナナ大福っていうのを買ってみましたそれとコンビニでアイスコーヒーも買いましたで使った金額は734円とアイスコーヒーが110円ですね じゃあ先にこの人気ナンバーワンのいちご大福から食べてみますいただきますおいちご大福なんて久々に食ったんですがうまいですねこれあの一見すると大福にいちごってなんかミスマッチな気がするんですがなんでこんなうまいんでしょうねえーと次はこの栗ドラそんじゃあいただきます これはね結構でかい栗がゴロゴロ入っててうまいそれでは最後はチョコバナナ大福なんか変わり種のような気がするんですがさっきのいちご大福が人気ナンバーワンでこれがね人気ナンーツ2らしいですじゃあいただきますあこれはなかなかおいしいあのー、普通のチョコバナナにこうあんこの甘さがちょっとプラスされてていい味ですねはいごちそうさまでしたいやーうまかったですね まあ残念ながら水羊羹は冬限定だったんでまたいつかの機会にしましょうで現在の時間が4時32分まあぼちぼちいい時間になりましたね今回の動画はここまでにしようと思いますそれでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ